精神的な攻撃を受けた時の対処法。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日はデンマークコペンハーゲンの朝散歩しながらお届けしていきます。今日は質問いただきました。人手さん33歳男性、職場に陰険で間接的にいわゆる受動的攻撃をしてくる人がいます。気にしなければいいのですが、向こうが間接的にネガティブなメッセージを送ってくるのでどうしても気になってしまいます。向こうは悩ませるのが狙いなのでしょうか。対処法や対策などはないでしょうか。まあ、こういう質問も非常に多いですよね。職場で何かこの攻撃されるとか嫌がらせを受けるとか、嫌がらせということではないけども、まあちょっとした嫌味やネチネチしたことを言ってくるような人がいるとかっていうのは、まあ多分どこの職場でもちょっとそういう嫌な感じの人っていうのはね、まあいてもおかしくないのかなというふうに思うんです。そうした場合の対処法っていうのは決まってるんですね。ネガティブなエネルギーを受けた場合の対処法っていうのはスルーするっていうことが一番いいですね。スルーっていうのは受け流すっていうことですね。逆に言うと何かあんまり反論したり困った様子も見せたり、嫌がらせをする人っていうのは相手が何かそういう反応を取るのが面白くて見ていると、いじめとかもそうですけど、そういう部分っていうのがありますね。だから全く無反応っていうのが一番つまらないわけです。ですからそれをやるというのが一番いいですね。一番いいのは、私の過去動画でもよく言いますけど、へーみたいなね、まあ、この時に相手をバカにしたようにへーみたいな形で言うと、まあ相手は非常に嫌な気持ちになります。そうするとあなたにいろんなことをしてくるために、このへえそれでどういうことそれみたいなことを、まあノンバーバルに相手に伝えるわけですね。これを直接、いつもそんなくだらないことばっかり言ってうるせえぞおめえみたいなことを言うと、まあ角が立ちますけど、言葉の意味内容としてはへえそうみたいな形なので、角が立たないというかですね、別に相手に対して攻撃的な言葉を言ってるわけじゃないんですけども、まあ非言語的にですね、ほっといてくれはうるせえなっていうことをお伝えするっていうのが、まあ一つのこのネガティブなエネルギーを発する人に対するね、まあ対処法なんじゃないかなというふうに思うんです。という形で、いちいちこう相手にしたり真に受けたりですね、それに対して腹を立てたりすればするほど、まあ多分相手は喜んで余計そういう攻撃をね強めてきますので、このスルーするっていうのをうまくできるようになると、そういう嫌な人からの攻撃をスーッとこうかわすことができますから、非常に心地よくですね、快適にですね仕事をしていくということができるようになると思いますので、ぜひスルーするということを普段から練習するようにした方がいいと思いますよ。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。